近づく衆院選と沖縄一区の問題、どうなるポポポポポンンンンンまあいう氏もね、き、まあ、昨日は衆議院が解散されて、もうあのもう総選挙というかね、衆院選の、まあ、ムードっていうのがもうなってるなというふうに、まあ、ネットを見てても思うんですけども、ただ昨日石破首相がですね、会見で、えー、勝敗ラインについてね、まあ、言及 会見で言及したというのがあって、ですね、まあ、そこで自公で過半数と、まあ、い優勝敗ラインというのを、ねまあ、出して、ね、まあ、これはあの森山幹事長も言ってたんですけども、その前にね、うん、これはどうなのか、できるのかどうかっていうね、自公で過半数っていうね、今え、自民党は単独過半数持ってるんですかね。ということみたいなんですけども、まあ、それがどういうふうになるのかっていうのが、まあ,あの ポツポツですねマスコミからもいろんな,なんか情報というのがま出ててですね、まあ、これが厳しいらしいでと、えー、で昨日ですか、ね、産経新聞に載ってた記事で興味深いのがですね、えー、この石橋省が1日に就任したんですかねその直後に、えー、情勢調査というのを自民党としてやったと。 えー、自民関係者によれば1日の首相就任の数日後から実施した党の情勢調査をやったということなんですけどもその結果というのはですね厳しい結果だったと、ね、党幹部の1人はですね自民の単独過半数割れどころか自公で過半数割れもない話ではないと指摘とまあ、いうことでね。やっぱこの 裏金問題でもかなりですねやっぱり自民党、今回、石破さんでもですねかなり厳しい選挙になるという情勢調査が自民党の情勢調査でまあ出たということみたいですね。これはあのー、まあ なんでここ、えー、数日のです、ね、マスコミとかネット記事なんかにもです、ね、えー、自民党は単独過半数割れもありうると、まあ、それどころかです、ね、自公で過半数割れっていうのもあるということで、まあ、石破さん、えー、石破政権はです、ね、短命政権の可能性があるんちゃうかみたいなことを言われてたりとか、書かれてたりというね、まあ、あるんですよね、だからそれぐらいやっぱりね、その裏金問題っていうのは大きいなと。 ということは言えるかなとで、日経にも変えてたんですけども、だから24議席、今の自民党がです、ね、24議席減ったら、単独過半数割れになるということも、ね、変えてたりとかして、だから24ぐらいだったらもうあの、全然減るんちゃうのかなっていうね、まあ、そういうのもあの感覚的にも思いますしね。 ただでさえ、ね、でねこの裏金議員を非公認にしたと、でまあ、50人いてるんですけど、も12人しか、えー、あの非公認にしなかったということでね、まあ、それでも、まあ、12人ということですから、まあ、ここはね、まあ、何か落ちただけの厳しいんちゃうのかなっていうのを思いますし、まあ、その辺がねで、あと比例だって伸びる。 この裏金問題もあって、無党派層からの自民党への比例票というのが伸びるというのも、ね、なかなか難しいんちゃうのかなというのを考えると、なかなかあの大変だろうなというのは思うんでね。うん だからこれは本当、あのなんていうんですかね、まあ、今の野田さんが代表の立憲民主党というのもネットではすごく不人気というか人気ないんですけども、まあ、そんなこう野田立憲民主党でもですね石破さんに石破自民にですね、まあ、十分、えー、対抗できるというかですね、まあ、今の立憲民主党でもですね十分議席が増える可能性というのはあると。 えいうのがです、ね、今のまあ衆院選の情勢かなというふうに、まあ、あの思うというか、まあ、そういうまあ議席予測とかのニュースとかも出て、ニュースというかね、そのを見てると、ですね、まあ、立憲民主は増やすと。うん であとねあの,他の野党え、共産とか、令和とかもです、ねまあ、増やしえそうだという予測も出てたりとかして、ね、だから、まあ、野,党全体野党全体的にはです、ね、まあ、追い風が吹く、えーまあ、選挙であろうという、ね、今回の衆院選というのはね、そういう衆院選になるかなということで、まあ、今回は本当、立憲民主党は、ね、野田さんがもう共産党とは共闘。 っていうの穏健な,、えー、な保守層を狙うというふうに舵を切ったということで、まあ、野党共闘は不調であると、まあ、維新とも、ね、あの共闘するんだみたいな野田さん言ってたんですけれども、き、ま、ょ、あ、なんかでも維新、昨日ですかね、維新の馬場さんなんかもです、ね、まあ、この段階になると、えー、立憲民主党と共闘するのは厳しいみたいなことをなんか言ったとか、ていう、ね、昨日解散直後の NHK のインタビューかなんかでもそういうことを言ってたんじゃないですかね、なんかそんなのもあったりとかして。 まあその野党共闘とか野党連携というのは不調なんですけど、それでも立憲民主党はまあ増やし大きく増やしそうだというのが、今回のまあ衆院選の今現在、現段階での情勢かなというのは言えると思うんですよね。うんまあ、それはそれでいいことだと思いますしね、まあ、与党の議席を減らしてです、ね、まあ、野党の議席を増やして、まあ、国会に緊張感というかね、 まあやっぱこの物価高とか、まあ、いろんな対策をもっとしてほしいっとい,、ね、いうのはあると思うんで、まあ、そういう意味ではあの与党の議席を、ねまあ、減らすということが、僕は国会の,、えーまあ、あの正常化というかです、ね、なんていうんですか、もっとあの国民の意見を、ね、聞いてくれるような、まあその、そういう政治になっていけばいいんちゃうのかなというふうに、まあ、思いますけどもね。うん でまああとねなか他気になったのがやっぱそのこの。 今回の衆院選の、ね、関係で言えばです、ね、まあ、今、ネットなんかではです、ね、この沖縄一区、まあ、ずっと共産党の、ね、赤嶺政権さんが、えーまあ、買ってきたと、オール沖縄としてね、赤嶺、共産党の赤嶺政権さんを押し,してきたという経緯があってです、ね、でまあ、そこにれいわ新選組がです、ね、あの候補者を擁立したということが、まあ、これがまあ大きな、ネットではあの大きな問題というかです、ね、共産党の小池晃 皆さんなんかはです、ねまあ、こうツイッターですか、ね、X にもなんか書いてはったんですかね、これ、このオール沖縄の団結を壊すような令和の一区の擁立に抗議をすると、これ、赤旗にもあのネットの方にも書いてあるんですけども、まあ、これがね、 まあ僕はもういろんなねなんかこれあの理由があるというか例はもう今回その、えー、沖縄一区と四区ですかね一区と四区に候補者を立てるとね特に四区はですね大ロ沖縄 のその統一候補を決めるという中で、山川さんというね、えー、あのトミグスク市長だったと思うんですよ、元ね、えー、その方があのその討論会みたいなのね、1ヶ月ぐらい、であと、えー、沖縄4区の,あの金城さん、えー前、前も候補やったね、立憲民主党の金城徹さんと、まあ、一緒に回ってたっていうのはあったんですけど、あともう一人、女性の方とね。 でそれも不調,に不調というか、ですね結局、金城さんにあの決まったっていうね、僕はこれはね、オールオキナは本当、対応を誤ったんちゃうのかなっていうね、金、ま、城、あ、さんなんか、お金の問題ってね、最初に山川さんに暴露されて、わーっとなったっていう時もあったんですよ、討論会でね。まあ、そ,んなそういうのもいろいろあったのに、結局、金城徹さんにしたっていうこと自体が、僕はオールオキナが、もう本当に僕はね、 もう、まあ、危機的状況にあると言っていいと思うんですよね、まあ、直近のギノアンこの間のギノ野ン市長選でもですね投票率低いからオールオーキナの候補がねいけるんちゃうのかなと思ったら投票率低くても大差で負けてるっていうのもあったりとかして、まあ、最近の選挙でも振るわないっていうのが。 ここ最近のオール沖縄なんですよね。で、やっぱその沖縄一区にあの赤嶺政権さんがねずっと買ってきて、共産党のまあ、そこに令和が立てるということで、またわーっとなって。まあ小池晃さんなんかもですね。令和あのどういうことやとで、その内幕というかですね。小池晃さんがなんか？ まあ暴露というのは変えているのはその、えー、令和の高井幹事長が、ですねその、この沖縄1区に候補者を立てることに、令和の候補者を立てることに関して、ね、共産党に東京14区、えー、神奈川2区、ほんで高井さんが立候補する埼玉13区でのですね、まあ あの候補者をまあ下ろしてほしいと、共産党がね、えー、東京14区、神奈川2区、埼玉13区に立ててるから、ですね、まあ、それを下ろしてくれたら、沖縄1区の,その令和の候補者もなんか下ろすみたいなね、まあそういうことをまあ小池さんがえなんか書いてたみたいですね。うーん だから小池さんとしてはですね山本太郎代表は野党共闘しないと繰り返し言ってきたのに、まあ、そんな候補者調整をね。あのー に要請してくるっていうのは筋が通らないじゃないかっていうね、まあ、それもそうやなっていうふに思いますしね、だから結局うまくいかなかったっていうことみたいでね、まあ、1人下ろすのに3人下ろせっていうのも、これはね、僕は令和の,あの要請としてはね、僕はちょっとそれはね、その共産党も世のまんわていう話、まあ、だじゃないかなと思うんですよね。まあ、だからネットで令和 を令和がですね沖縄以降の候補者立てることに関して、わーっと、ね、もう候補者を下ろせ、立てるべきじゃないとかね、まあそういうのが大きくなってるっていうのはあると思うんですけども、もただ僕はねこれ基本的にねあのー、候補者っていうのはどこに立ててもいいっていうのは、そういうのは自由ですし、まあ、共産党なんかもずっと前ね、ね民主党が政権交代、取るか取らへんかという時なんかに、ですね民主党の、えー、その、 選挙区に候補者をねいっぱい立ててたってことついて、共産党おろせ、おろせみたいなことが言われてたわけですね、これネットでもね。じゃあそういうのが、ね、僕はやっぱり良くないなと、基本どこに、どこの選挙区にねど,あのどこの誰であろうが候補者を立てるのは自由だなと思いますよっていうね。で沖縄区ってていうのはあのはこの令和が立てたから じゃなくて他にもですね下地美紀夫さんとかあと参政党の候補者も出ててですね全員で5人で自民党のねあの国馬さんと一いうもですね出てて5人の乱戦になってるっていうのは今の情勢なんですよねまあ、だからね令和だけになんかこう厳しく当たるっていうのはどうかなっていうねまあ、ただでも僕は令和の山本太郎さん とね、今のえオール沖縄というか、ね、あの玉城デニー知事とも、まあ、小沢さんつながりで、ね、仲良かったんちゃうのかなと思うんですけども、まあ、そこはどうなんかなというのも、ねまあ、思いますしね、うん、でも僕は、ね、やっぱり、ね、沖縄1区で赤嶺政権さんがずっと勝ってきたというのもやっぱ沖縄1区の事情というのがあってそれは自民党とえ下地幹夫さんがです、ねまあ、ずっと、えー、揉めてあのどっちもあの候補者というのを立って 出たからですねその自,民党自民党の票が割れる形で赤嶺政権さんがですね、まあ、漁夫の利を得る形でずっと買ってきたっていうのが今のねあのこのまあ歴史的経緯だと思うんでだからそういう意味ではねほんとオーロキナ縄がしっかりねほんとここで頑張ってな、ね、んとしても赤嶺政権さんを通すんだっていう。 特にもう行ってほしいなと思うんですよね、で令和もうこの那覇市ではですね、沖縄以の那覇市は8000秒ぐらい取ってるんで、前の、えー、参院選ではね、だから立てたいっていうのもあると思うんですよ、比例で伸ばしたいというね。うん だから僕はね、まあ、そこはね、難しいと思うんですいろいろ、ね、令和は比例で伸ばしたいから候補者立てたいっていうのはあると思いますし、まあね、赤嶺政権は僕も通ってほしいと思うんでね、まあ、そこは頑張ってほしいと思うんですけども、まあなんか結構こじれてるなっていうのは思うんですけど、まあ、でもそこは、ね、うまいことね、なんかやってくれたら一番いいんですけど、も、なかなか難しそうだなっていうのは、えー、思いましたけどね、まあ、でも頑張ってほしいなっとい,、ねうん、いうのは思いましたね。 チャンネル登録よろしくね。